はい、チャーリー西村です。今回は手作り温度計です。温度を自分で測れるって素敵ですよね。じゃあね、今回はまあお風呂で使えそうなね温度計を作ってみましょう。こちら、まあ瓶の中に液体が入ってますね。色水の液体が入ってますけど、こうね作る時のコツがあります。蓋のね内側見てください。ストローを入れる穴を開けるんだけど、隙間がないように接着剤でしっかり固めることが重要。もう隙間ないように表からも裏からも接着剤でしっかり止めてください。でストローはねなるべく細めを使うといいですね。でさらに水はねなるべくもうまんま満タンまで入れてください。よし、これで準備完了です。でこのままねしばらく置いて、中の水がこのね気温と同じぐらいになるまで、待ちます。もうねこれはすでに1時間ぐらい置いてますからね、大体いい感じだと思います。今の気温はね何度かっていうと、あ、はい、 24.6 度、まあ大体25度ぐらいですね。さあではこれをね記録しておきます。さあ今の赤い液体が来てるのはここまでですね。ここに線を引きます。線を引いて、まあ大体25度ですから25と書きます。25、ほらできた、いい感じ、メモリが一つできました。では温度を上げるとどうなるでしょう。この赤いところはね上に来るはずなんですけどね。ではお湯を作ります。ピッ、あ、47度、47度、まあお風呂にしたら相当暑いですけどね。47度のお湯ができました。ではお湯の中に入れていきますよ。メモリはどうなるでしょうか、ご注目ください。どうぞ。はい、どうでしょうか。いきなりね動くわけじゃないんです。お湯で中の赤い色水が徐々に徐々に温まってきます。すると徐々に徐々に水位が上がってくるんです。一気にはね上がらないですね。どう？ほら、わずかにわずかに登ってきてるの分かりますか？おー、結構上がりましたね。ちなみに今の温度は35度、結構ね全体の温度は下がってるけど35度でこの辺まで上がりました。大体ねもう止まったみたいなので記録しまーす。ここの辺が35というわけですね。10度でこんなにも変わりました。じゃあ35度だったらちょっとお風呂にしてはぬるいからね、もうちょっと熱くしましょうか。もっと熱くしましょう。いきますよ、3、2、1、どうぞ。41度だから、よーし、ここはまるさあどうでしょう、チャーリー式お風呂温度計できました。はい、この辺だったらまる OK、 大体いい感じです。これより下だったら冷たいってどんどん冷たくなるというわけですよ。まあ、こんな風に温度計がね、まあ、大体温度計ができるわけなんです。でストローの太さをね変えると、もっとねこの上がり下がりがゆっくりになります。逆に細くすれば細くするほどすごいちっちゃい温度差で大きく動きますよ。ストローの他にもねいろんなホースとかでもできますから、皆さんも簡単温度計作ってぜひねお風呂の温度を自分でね測ってみてほしいなと思います。以上、手作り温度計でした。